はい、アジアンカンフーフットボールです。今週は恐るべき才能を持ちながらも怪我と心の病で若くしてピッチを後にした悲劇の天才セバスティアン・ダイスラーの特集です。オーウェンのスピードにベッカムのクロス、そしてプラティニのフリーキックを持つ男と呼ばれたのは19歳の時。フィジカルに優れたドイツ人プレイヤーには珍しい卓越した技術を持ち、大いなる可能性を秘めていたのは確かですが、壮絶な試練がダイスラーに襲いかかります。チェックアウト。ダイスラーは1980年1月5日生まれ、ドイツ南部のレラハの出身です。愛称はバスティ。幼い頃から傑出した才能を発揮していたダイスラーは地元クラブの下部組織で頭角を現し、1996年夏に古豪ボルシア・メンヘン・グラッドバッハに加入。自身ではホームシックで満足なプレーができなかったと振り返りますが、年間で200ゴールを記録していたこの15歳を指導者たちは見抜いていました。下手したら100年に1人の天才だと。膨らむ期待はとどまることを知らず、クラブでは時を移さずトップチームに起用され、ドイツのアンダー15にも選出されたダイスラーは全ての年代の代表でプレーをすることに。クラブで指導していた当時の監督は言っています。いずれベッケンバウアーと同列に語られるようになる。いささか誇張してるかのような発言にも聞こえますが、当時のこんなゴールを見せられると確かにと言わざるを得ません。1999年、ダイスラーは首都を本拠地とするヘルタベルリンに移籍を果たします。ダイスラーこの時19歳。しかしこの移籍は同時に怪我との戦いの始まりでもありました。ダイスラーが初めて膝にメスを入れたのはベルリンに移籍する前年のことで、右膝十字靭帯断裂と半月板を損傷してしまいます。まだこれからという10代の時のことですから、その心情たるや察するにあまりありますが、周囲の人々はそれでも彼に期待せずにはいられませんでした。というのも、この頃のドイツはサッカー大国としてのプライドを失いかけていました。それは絶対的優勢が伝えられた1998年のフランスワールドカップ準々決勝。3度の世界制覇を誇る我々がクロアチアのような小国に負けるはずがない。ドイツ国民はそう信じて疑いませんでしたが、結果は大敗、赤っ恥です。そんな状況下において救世主のごとく現れたのがダイスラーでした。ベルリンでは10代で右サイドハーフのレギュラーを任され、代表ではユーロ2000にチーム最年少で出場。それは期待をかけるなと言った方が無理なポテンシャルでした。また後のドイツの絶対的リーダーとなるバラックは当時控え選手に過ぎず、その頃の評価は明らかにダイスラーの方が上でした。ただ何でしょう、無慈悲なことにダイスラーの行く手をまたもや右膝が阻みます。誰もがチームのエースとして期待した2002年の日韓ワールドカップも直前の大怪我で辞退せざるを得ず、ダイスラーは22歳の若さで5度の手術を経験することになります。そんな手負いの状況の中、ダイスラーのポテンシャルにかけてか、国内最大の競合バイエルンミュンヘンが獲得に乗り出します。提示額は900万ユーロ。怪我を抱えていることを知りながらこの金額ですから、いかにバイエルンがダイスラーを買っていたかお分かりいただけると思います。その期待にダイスラーは応えます。好不調の波は激しいものの、いざピッチに立てばそのスキルは格別です。さらに代表においても2004年のコンフェデレーションズカップでは10番を背負い、華麗なアシストを決めています。かつての指導者は言っています。ダイスラーは 60% の状態で他の連中の 100% よりうまくプレーできる。しかし繊細な心を持つダイスラーにとってバイエルンでのプレーはストレスの塊でした。結果常に優勝を求められる上昇軍団の一員であることは言わずもがな、それ相応のメンタルが求められますが、デリケートなダイスラーには荷が重すぎました。そして悲しいかな、両親の離婚及び妊娠した恋人の健康上の不安などが重なり、ダイスラーはうつ病を患って入院してしまいます。このニュースはサッカー界のみならず世間に大きな衝撃を与えたことをよく覚えています。世紀のタレントと呼ばれたスター選手の心の病。ダイスラーを担当した医師はタブー視されている精神疾患を公にしていいものか逡巡したと言われています。そこでダイスラーは医師にこう言ったそうです。なぜ自分の病気を隠す必要があるんだい、公表しよう、
この発表を受け、ドイツ代表監督ルディ・フェラーは選手への心理的ケアの重要性を訴え、また所属先のバイエルンも選手への全面的なサポートを表明します。ただそのどれもがダイスラーのキャリアを上向かせる処方箋にはなりませんでした。2006年のワールドカップ大会前、うつ病を克服していざピッチに戻るも、右膝の軟骨を損傷したことでダイスラーは手術を余儀なくされ、またもヒノキ舞台に出場を逃してしまいます。酷、あまりに酷な運命です。ダイスラーの心はついに折れ、再びうつ病を発症し、2007年1月16日、もう自分の膝を信じることができなくなったとして現役引退を表明します。ダイスラー27歳の時で、当時の心境についてこう語っています。自分が哀れなピエロのように感じていたと。会見に同席したバイエルンのウリ・ヘーネス GM は肩を落としてつぶやきます。ダイスラーはドイツが生んだ最高の選手の一人だ。最後までこれが単なる悪夢であることを願っていた。国際プロサッカー選手会が実施したアンケート調査によれば、実に 38% ものの選手がうつ病並びに不安障害に苦しめられているそうです。驚くべき数字です。そしてそれらの病を引き起こす最大の要因となっているのが、キャリアを脅かし続ける怪我だと言われています。同調査では全治1ヶ月以上の重傷を3回以上経験した選手は心に闇を抱える可能性が2から4倍としており、怪我による早期引退を余儀なくされた場合は特に心の病気を患うリスクが大きいと指摘しています。ただ上手いだけではやっていけない、月並みな表現ではありますが強くそう実感いたします。それからダイスラーはチームメイトに挨拶もせずにクラブハウスから立ち去り、行方をくらまします。バイエルンの首脳陣らはダイスラーとの接触を試みますが、ミュンヘンにある自宅は住居として利用されている痕跡がなく、なしのつぶてに。どこにいて何をしているのか。バイエルンは藁にもすがる思いでダイスラーに対し何らかのサポートをしたいとメディアを通じてメッセージを発表します。またダイスラーの決断を基本的には尊重するとしながらも、2009年まで残る現契約を解除するのではなく、一時的に中断するものとして本意の可能性に望みを寄せる意向も明らかにします。その後の行方は今も分かっておらず、理学療法士になったという噂もありますが、それも定かではありません。かつてバイエルンでプレーし燃え尽き症候群を経験したミハエル・シュテルンコプフは言っています。ダイスラーは引退したから失敗に終わったのだという論調を多く聞くと、私は逆にこう言い返したくなる。彼は勇気を出して言ったんだ。もうこれで現役を終わりにするとね。私は彼の決断に対し最大限の敬意を払っている。もし彼がそう決意しなければ、ロベルト・エンケと同じく自ら命を絶っていたかもしれないのだから。どうだったでしょうか。怪我や心の問題がなければジダンに匹敵する選手になれたかもしれないと言われたダイスラー、かのオーウェンと肩を並べるスピードを誇り、ベッカムにも勝るとも劣らない精度と威力を誇ったクロスとフリーキックはバスティ・ファンタスティと称されるだけあり、極めて華麗なものでした。そして何よりそのプレースタイルは儚くも美しく、暗黒期のドイツにおいて可憐に咲くピッチの花でした。現代ダイスラーの名前は若手プレイヤーに過度なプレッシャーをかけてはいけないという教訓で語られているそうです。今はただダイスラーが安らかに暮らしていることを願うばかりです。今週はドイツがプライドを失いかけていた時期に彗星のごとく現れ、短期間ではあったにせよ目を見張るプレーで我々サッカーファンの心をくすぐったセバスティアン・ダイスラーの反省を追いかけてみました。ではまた。